以後第27潜水艦。以後第27潜水艦。以後第27潜水艦。旧自体、以後第27潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦で、15型潜水艦、巡船オツ型の8番艦である。当初は、以後第29潜水艦と命名されていたが、1941年、昭和16年11月1日に以後第27。 潜水艦と解明されている。1939年、昭和14年の第四次海軍軍備補充計画4計画により、1939年7月5日に佐世保海軍交渉で寄港。1940年、昭和15年6月6日に浸水し、1942年、昭和17年2月24日に竣航した。浸航と同時に、 クレチン受付席となり、イ28と共に、第14潜水隊を編成した。3月10日、第14潜水隊は、第8潜水船隊所属となる。4月15日、イ27は、クレを出港。18日、同リットル空襲が起こったため、米機動部隊の捜索を行うが、見つけることはできなかった。24日、トラックに到着。27日、 トラックを出港し、ブリスベン沖へ向かった。5月3日に紹介区域に到着して紹介。17日にトラックに戻った。18日1830、特殊戦航艇,艇によるシドニー降攻撃に参加するため、公表敵を搭載し、トラックを出港。22日0930、浮上充電中に紹介機に発見され、爆弾2発を投下されるも被害はなかった。 三十一日千七百二十八、シドニー東南東七海離地点付近で、中馬県四隊員、大森武市一等兵装を乗せた、公表敵を発進させた。中馬艇は入港するフェリーを追尾市港内への潜入に成功した。九百四十五、軍港地帯である西港付近で、スクリューが防戦網に絡まり行動の自由を失う。公表的の網切断機は停止に、 装備されており、防戦網から離脱することができなかった。中馬艇は30分後に監視員発見される。監視員の報告から、合商海底ロリータが爆雷攻撃を開始。ロリータが3回目の爆雷攻撃を開始する直前の2235、中馬艇は自爆装置によって自爆し、沈没した。この衝撃で、ロリータの艇尾が破壊され、大破した。 27は6月3日まで、定の期間を待ち、その後はバス海峡に向かった。4日朝、カボ島南南西33海離地点付近で、単独で、メルボルンから、ポートケンブラへ向かっていた、豪華物船バーロン、バーワン、4239トンを発見し、浮上したまま魚雷を発射。魚雷は、バーロンの船底下を通過して200メートル離れた、ところで爆発。 衝撃で、バーロンは激しく揺さぶられ、いくつかのハッチカバーが外れたものの、損傷はなかった。同日午後、のが母島南南西44海離地点付近で、ワイアラからボートケンブラへ向かっていた、豪鉱石運搬船、アイアンクラウン、アイアンクラウン、3353トンを発見し、百6 4 5に魚雷を発射。 魚雷は、アイアンクラウンの左舷船橋後方に命中し、同線は1分足らずで沈没した。アイアンクラウンと共に航行していた、合航席運搬船、アイアンキング、アイアンキング、4584トンが、イ27に向けて、砲撃をしてきたが、被害はなかった。また、オーストラリア空軍のロッキード・ハドソンに発見されて、対戦爆弾2発を投下されたが、これも被害はなかった。 25日、クエゼリンに到着。7月17日、クエゼリンを出港し、23日にクレに到着して、整備を受ける。8月15日、イ27は、クレを出港し、24日にペナンに到着。29日、ペナンを出港し、ベンガル湾方面に向かった。9月7日、乗員1名が中水炎を発症したため、 水深40メートルの位置で先行しながら軍医が手術を行った。9日、輸送船を攻撃した際にバラストタンク注水弁が故障したため、紹介を中止。10日、輸送船を攻撃。11日、ペナンに到着。12日にペナンを出港し、13日にシンガポールに到着して修理を受ける。10月1日、E27 は、 シンガポールを出港し、3日にペナンに到着。4日、ペナンを出港し、オマーン湾に向かった。18日、ラースアルイコールハド港近海で、A 貨物船、エンパイア・ボーマン、エンプイ・ボーマン、7030トンを発見し、魚雷2本を発射。魚雷はすべてエンパイア・ボーマンの船体中央部に命中したものの、いずれも不発だった。22日、 のマシーラ島近海で一般貨物9300トンを積んでニューヨークからバンダルシャープールへ単独航行中の A 貨物船オーシャンビンテージオーシャンビンテージ7174トンを発見魚雷一本を命中させて撃沈した11月7日ペナンに到着9日ペナンを出港し10日にシンガポールに到着して整備を受ける27日 27は、シンガポールを出港し、28日にペナンに到着。29日、ペナンを出港して、ベンガル湾へ進出し紹介。1943年、昭和18年1月12日、ペナンに到着。27日、ペナンを出港するが、出港後間もなく、事故により損傷。28日、シンガポールに到着して、整備と修理が行われた。 2月18日227はシンガポールを出港し19日にペナンに到着26日ペナンを出港しベンガル湾とチャゴス諸島の間の海域で紹介3月8日081号のコロンボ南西沖でベイリバティ船ジョセフ・ウィーラーヨゼフ・ウィーラー7176トンを発見して魚雷2本を発射するも命中しなかった 20日2102の西論ロン島、北西500海日地点付近で、軍需品6649トンを積んで、バンクーバーから地中海へ向かっていた、英貨物船、ホートマムフォード、ホートムンフォード、7132トンを発見。来撃により動船を撃沈した。24日、チャゴス諸島北西沖でタンカーを攻撃。9日、ペナンに到着。5月1日、 E27 は、ペナンを出港し、オマーン湾に向かった。7日レイゴボロクの、ワンアンドハーフディグリー海峡東口で、コロンボからダーバンへ向かっていたランカ客船、ベラキット、バーイキット、6608トンを発見。魚雷を発射して命中させた後、浮上して砲撃を行い、ベラキットを撃沈し、船員1名を捕虜とした。 10日と26日には輸送船をそれぞれ攻撃。6月3日073 5のマシーラ島南方150海に地点付近で、米貨物船モンタナン、モンタナン4897トンを発見。来撃により同船を撃沈した。24日のジャースク南東沖で、灯油と掲揚を積んで、アーバーダーンからボンベイへ向かっていた A タンカーブリティッシュベンチャー。 ブリティッシュベンチャー4696トンを発見し来撃。魚雷が命中したブリティッシュベンチャーは2分後に炎上しながら沈没した。28日08-05、マスカットでバスラから到着して、墨にを揚陸中のノルウェー貨物船、ダーフー、ダップ1974トンを発見し来撃。魚雷が命中したダーフーは船体が分断されて、 船尾側はすぐに沈み、船首側も数時間後に沈没した。7月5日0610の地点で、アーバーダーンからモンテビデオに向かっていた PA-44 船団を発見して、魚雷を発射。魚雷は、米貨物船、アルコアプロスペクター、アルコアプロスペクター、6797トンに、命中し、撃破。 撃破されたアルコアプロスペクターは栄光されてバンダレアッパースへ向かった。14日、ペナンに到着。21日、ペナンを出港し、23日にシンガポールに到着して整備を受ける。8月17日、e 27はシンガポールを出港し、19日にペナンに到着。29日、ペナンを出港してインド洋へ向かった。 9月7日の1リー海峡東方沖で、コロンボからダーバンへ向かっていたウェイリー・バティセン、ライマン・スチュワート、ライマン・スチュワート、7176トンを発見し、魚雷5本を発射し、うち1本が命中したものの、与えた損傷は、わずかだった。そのため浮上して、砲撃準備をするも、ライマン・スチュワートからの反撃を受けて、先行退避した。 9日の小森岬製法方250回に地点付近で一般貨物及び軍需品7934トン、タンク4個、マウンテンバイク2台、水陸両用機8機及び鉄道用レールを搭載して、ボルチモアからカルカッタへ向かっていた A 貨物船、ラーチバンク、ラーチャバン5151トンを発見し魚雷を発射。魚雷が命中した。 ラーチバンクは2分で沈没した。24日、ペナンに到着。25日、ペナンを出港し、26日にシンガポールに到着して、整備を受ける。10月10日、27日は、シンガポールを出港し、11日にペナンに到着。19日、ペナンを出港して、アデン湾及びアラビア海に向かった。30日から31日にかけて、 イエメンの港を、戦亡協定、札。11月10日のホデーダ南東沖で、小三塩と一般貨物を積んで、生きケから末々向かっていたエサム級貨物船、サムボ、サンボ、7219トンを発見。来撃により同船を撃沈した。18日のアデン南東沖で、一般貨物365トンとバラスト用サ1トンを積んで、 マドラスからアデンに向かっていたエイサム級貨物船、サムリッジ、アメリッジ、7176トンを発見。来撃により動船を撃沈し、船員1名を捕虜とした。27日、ペリーム島を、戦亡協定札。29日1630の地点で、ギリシャ貨物船、アティナリバノス、アチナライブノス、4824トンを発見。 来撃により動線を撃沈した。12月2日2145のアデン南方沖で、カルカッタからアデンに向かっていたギリシャ貨物船、ニッツァ、ニッサ、4732トンを発見。来撃により動線を撃沈した。3日2003のソマリア沖で、A 貨物船、ホートカモスン、ホートキャマソン、7126トンを発見。来撃により撃破した。 撃破された方とカモスンは、カルカッタに向かった。17日、ペナンに到着。紹介中の12月15日、第14潜水隊の解体に伴い、第8潜水戦隊自家卒となる。2月4日、アデン湾へ向かうべく朝日新聞の従軍記者を乗せて、ペナンを出港していくのを最後に、消息不明。連合軍側記録によると、12日1430。 キリンリニからコロンボへ向け13ノットで航行中の輸送船後、護衛艦3からなる KR8 船団に参加し、船団の右列中央航行中の英化客船、バルシャバ、ビソバ、4691トンが後方50ヤードに船望橋を発見。船団は砲撃を開始した。1433、左列中央航行中の船団式船で、 以下上院187人と、第301党アフリカや砲兵連隊主力や、第303の士官、王立夫人海軍の職員や、従軍看護婦など女性83人ほか、輸送人員1324人が乗船していた、英化持船カディーブ、イスマイル、カディーバイスマイル、7513トンの、右元機関室に、巨雷の第一弾が命中。 カディーブ・イスマイルは右辺に傾斜。後部マストが倒壊し、それに隣接する上部構造物が陥没。その後ろのハッチカバーが吹き飛んだ。5秒後、右辺煙突直下に第二弾が命中し、カディーブ・イスマイルは大爆発を起こした。1分40秒後の地点付近でカディーブ・イスマイルは転覆しつつ、船首を棒立ちにさせて船尾から沈没した。外れた魚雷のうち1本は、 a ジュンホーキンスに向かったが回避された。1436A 駆逐艦パラディンが潜水艦を探知し、ホーキンスの艦尾近くに爆雷10発を投下。1449にはバルシャバが発見した潜望鏡があった海域で爆雷を投下。1500A 駆逐艦ペタードが潜水艦をソナー探知し、爆雷7発を投下。 1502、潜水艦が浮上する音をソナー探知したため爆雷9発を投下。1505、ペタードは爆雷7発を投下。1513、ペタードは爆雷9発を投下。1620、パラディンとペタードの右弦後方2800メートルの距離で潜水艦が浮上したため2隻は砲撃を開始。ペタードは潜水艦の後方を通過し、 15メートルに設定した爆雷散発を潜水艦めがけて発射する。潜水艦は4ノットで移動を開始。1621パラディンは550メートルの距離から体当たり攻撃をしようとしたが、潜水艦が大型だったため体当たりをしないようにとペタードから命令された。そのため回避しようと左に舵を切ったが、潜水艦と衝突してしまう。 損傷によりパラディンは沈み始めながらも爆雷2発を投下。うち1発は潜水艦の艦首すぐ下で爆発した。パラディンは傾斜しつつも砲撃を行った。2分後、潜水艦の乗員5名が手砲に向かおうとしたので機銃走射を行い、1名を艦外に吹き飛ばし、残りの4名を殺害した。潜水艦は8から10ノットに増速し、艦尾を沈めながら、 集会を開始。潜水艦がなかなか沈まないため、ペタードは、乗員を潜水艦に乗り移らせ、手榴弾と潜水艦の手法で、司令塔を吹き飛ばそうと計画しが、あまりにも危険であるため諦めた。1700、ペタードは、魚雷を一本ずつ、計六本を発射したが、いずれも命中しなかった。1723、七本目の魚雷が、潜水艦に命中。 潜水艦は、ま、二つにへし折られて沈没した。その後、重油と艦艦の破片が浮遊するのを確認した。KR8 戦団は、この戦闘で試算してしまい、ペタードは、体当たりで損傷したパラディンを栄光して、アド干渉に撤退した。これが、E27 の最後の瞬間であり、艦長の福村俊明仲裁下上院98名、従軍記者1名全員戦士。 沈没地点は、ワンハーフディグリー海峡南西60海地点付近。5月15日、インド洋方面で防湿と認定され、7月10日に除籍された。撃沈総数は13隻、計72,449トンに上り、帝国海軍潜水艦の中では、撃沈積数、トン、数ともに、第2位を誇る。また、 小海底及び小船五隻計28,147トンに損傷を与えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。